これはですね、今回 の、 裁判の判決日に皆さんもご存知だと思うんですけども、弁論再開がなされたんです。で、去年の、10月30日に結審になってますので、あとは判決日にはですね、判決文を読むだけという状態になっていたんですけども、1月の29日に、籠池被告の方からですね、裁判所に弁論再開の申し立てが行われてですね、まあ、結論としては判決日に弁論再開がなされるということになりました。で、そのなぜそういう話になったのかというのは、これも皆さんご存知だと思うんですけども、論告求刑の中に、大阪府大阪市の補助金の分についてはですね、弁償、つまり 返済がですね、全然なされていないというふうに論告求刑の中に書いていたんですけども、それは事実と違うということを、まあ、訴えて、でそれが、認められた形になりました。これはですね、多分刑事裁判の中でも全く異例と言えるような事態だったんじゃないかと思います。でその詳細がこの資料の中にありますので、それだけちょっとご紹介させていただきます。ですね、判決要旨というのはですね、まず被告人籠池康弘を懲役5年に、被告人籠池真美を懲役3年に処する、被告人両面に対し未決交留日数中各200日をそれぞれその刑に参入する、被告人籠池真美に対しその判決が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する、本件控訴事実中平成29年9月11日付起訴状記載の各控訴事実について被告人籠池真美はいずれも無罪というふうに書いてあるんですね。これは平たく言えば、私の家内について言うと、大阪府経常費補助金、そのとサステナブル補助金、大阪府補助金については無罪ですよということを一番最後に言ってるわけですね。で、そして、サステナブル補助金、木活協というんですかね、国土交通省の木材の先導的云々の補助金については、3年間、そして5年間執行猶予を出しますよと。でしかもここで言う執行とはですね、私たちが300日間拘留されておりましたことについてですね、本来申し訳ございません、何とかいたします、もうこれは国家賠償いたしますじゃなくて、もうその刑の中にスーッと入れ込んで、そんだけの日だけは後で免除してあげるよっていうふうにさりげなく言ってるという、もう不届きな裁判なわけなんですね、判決なんですね。で私の方はもう懲役5年実刑ですよということを言い切ったという、判決になっていますね。はい、今回の判決への感想を籠池さんと淳子さんそれぞれお願いしたいと思います。はい、これはね、今日何か私郷原先生に相談行きました時がありましてね、昨日にね、その時にその時のブログを書いてらっしゃいます。でいわゆる詐欺罪という案件ではなくて、補助金適正化法の範囲内じゃないのっていうことをまたブログで今日の朝投稿されてましたけど、まさにその通りだと思うんですよね。で籠池夫婦は重罪であると、ですから補助金適正化法ではなくて、詐欺罪で重刑に処してしまおうと。でそれはどちらとものなんですか、法律に入ってるんであれば、それは検察官がどちらを取ろうとしても自由ですよというようなことなんですよね。それが非常に重要なこと、まあ、本来補助金適正化法で処分するものであっただろうということが一つ、それと先ほど申し上げましたけど、300日間拘留の意味を隠蔽したということですね、隠蔽したと
ということです。まあ、口封じあるいは人権侵害であるこの300日間の交流をですね、うまく裁判、判決の中で封じ込めたということですよね。それとやはりここに判決用紙がありますけど、この中で裁判官というんですかね、これ裁判、検事がこのように認識しているか、裁判官が、そう判断せざるを得なかったかどうかはちょっと分からないんですけども、いわゆる大阪府補助金につきましてはですね、本来行政罰、いわゆる行政処分というやつですね、それが先行するものであって、でそれと刑事罰等が合体していくものだと僕思うんですよね。それがですね、今回刑事罰だけになっちゃったということなんです。でこんなやり方してますとですね、地方公共団体とか国の方のお世話になっている、例えば、何ですか、補助金をいただいている団体群はですね、おちおち寝ることもできないんじゃないかなと思うんですよね。当然監査とか当然ありますけど、そこでチェックされてされなくてスーッとスルーしたもんでも、検察官が立件しようと思えば立件できて、そしてもう行政処分じゃなくて刑事罰に当たることをされると、こんなことあってはならないというふうに思ってます。